皆さんこんにちは。洗脳から解けたダークアキシだ。それにしてもドリルマン、こいつはすごいな。そうだろうそうだろう、なかなか見る目があるじゃないか。おい、ただいま。ああ、ダークアキシ生きてたのか。って、おい、すごいことになってんな、俺が学校行ってる間に。ふん、アキシ帰ってきたか。これぞ我がドリルマンたちの英知の結晶、タイタンドリルマンだ。おお、アップグレードしてる。でも細かいところはまだ未完成なのか。でも顔ができると、いや、めちゃめちゃ迫力あるな。やあ、アキシ帰ってきたんだね。おお、コアの移植も済んでるのか。そうだよ、動かせないや。ああ、まだ調整ができてねえみてえだな。いやー、それにしても8割型完成してんじゃねえか。素晴らしいぞ。ワーキングドローンが頑張っていてくれているのでな、予想よりも早く完成しそうだ。いやー、しかしタイタンの中でもひときわ大きいんじゃないのか。ああ、アップグレードタイタンドリルマンはタイタンの中でも特に大きいんだ。トライタイタンと並べてみても遜色はそこまでないだろう。いや、そう考えるとめちゃめちゃでけんだな、アップグレードタイタンドリルマンって。ワールドコレクターに洗脳されている間にだいぶ技術力が高まったじゃないか、アキシ。ああ、そうか。いや、今回作ったのはワーキングドローンだけどな。他にもサポートメーカーがたくさんあったら、どんどん新しいユニットが作れるかもしれん。ああ、じゃあドリルマン作ってくれよ、サポートメーカーを。俺が作るのではない、アキシが作るのだ。いや、何言ってんだ、俺学校とかあるからさ。てか、ダークアキシ、お前は学校行かなくていいのかよ。あ、学校、お前何言ってんだ。アキシ国では必ず学校に行かなきゃいけないんだぞ。あー、知らないね。何のことだかさっぱりだ。そもそも俺はこの世界の住民ではない、パラレルワールドからやってきた別次元のアキシだ。お前の国の法律とかは全く関係ないね。ああ、そうか。クソ、羨ましいな。緊急事態発生、緊急事態発生、敵が近づいてきています。敵？アップグレードタイタンドリルマン、もうちょっとで完成するのに。おお、だいぶ開発が進んでいるではないか。この間な。さあ、そのアップグレードタイタンドリルマンをいただくぞ。私のコレクションに加えてやれ。これよ、これ。何言ってんだよ。お前、異世界のタイタンドリルマンを改造してアナザータイタンドリルマンにしてたじゃねえか。ああ、タイタンドリルマンがもう一体欲しいとちょうど思っていたところだ。さあ、よこせ。クソ、お前ジャイアンか。ワールドコレクター様はアップグレードタイタンドリルマンのご所望だ。さあ、よこすのだ、今すぐな。クソ、ワールドコレクターめ。クソ、アップグレードタイタンドリルマンが完成していれば奴らを倒すことができるのにな。ダークアキシ、ワールドコレクターからタイタンドリルマンを守るぞ。ああ、しかし奴ら相当強いんだよな。俺はちょっと用事を思い出した。おい、ダークアキシ逃げんな。俺たちでどうにかするぞ。そうだな。我々に勝てると思っているのか。おめでたい奴らだな。ああ、久しぶりにアヌラボットに乗った。簡単にはやられねえぞ、ワールドコレクター。タイタンドリルマンを守る。よっしゃ、ワールドコレクターを止めるぞ。行くぜ、クロックボット、ドリルマスター&アヌラボットだ。よし、アップグレードドリルマンもいるからな。よし、ワールドコレクターなんて俺らがやっつけてやるぜ。いや、でもワールドコレクターがって、あー、アヌラボットとドリルマスターが、くっそー。いやー、このスペルロイドめちゃめちゃ強えな。5体もいるし、あー、アップグレードドリルマンめちゃめちゃ撃たれてるぞ。おい、あー、アナザータイタンカメラマンも近くにいる。あー、くっそー、やられちまった。ワールドコレクターやっぱり強えな。ああ、ステルロイド本当に厄介だぜ。投降しよう。そしてアップグレードタイタンドリルマンをこちらによこせ。あ、ほう、完成は近いようだな。いいではないか。
開発率 95%。 おお、アップグレードタイタンドリルマンめちゃめちゃできてきてんじゃん。さすがだワーキングドローン。よーし、アキシー、もう動けると思うよ。あいつら食べちゃっていい？食べるとかお前何言ってんだよ。うわー、口の中にドリルがいっぱい、粉砕機とかビームとかいっぱいついてる。すげえ、全身狂気じゃねえか、アップグレードタイタンドリルマン。あー、じれったいな、早く動きたいな。どうやら生きがいいようだな。 100% まで完成したら生まれづらいかもしれんな。アナザータイタンカメラマン、今のうちに奴を拘束しよう。わかりました、ワールドコレクター様。そう、また攻撃してくるぞあいつら。タイタンドリルマン、俺たちが時間を稼ぐ。その間に起動準備をしてくれ。大丈夫だよアキシー、俺はもう戦えるよ。何言ってんだよ。コンピューター、完成度合いは？完成率 96.8%。 ほら、もうちょっとだ。だからアキシー、いいって。もうほぼほぼ完成だよ。ほら、君たち、ちょっとどいててくれない？おい、ワーキングドローンたちを吹っ飛ばすな。おい、お前、完成まで待てって。何度も言わせんなよ。大丈夫だって、全員食べてやるから。わー、恐ろしいビジュアルだな。よっしゃ、いけ、アップグレードタイタンドリルマン、お前の力を見せてくれ。いや、めちゃめちゃでかいな、アップグレードタイタンドリルマン。いやー、ドリルとかね、足の踏みつけ攻撃でスペルロイドをどんどんと粉々にしていくぞ。おお、なんか地面に潜ろうとしてるけど潜れない。ここのね、はい、岩盤は硬いからな。あれ、アップグレードタイタンドリルマン、なんかゆらゆらしてるぞ。大丈夫かお前。どうしちゃったんだ。おお、口から炎を出してるぞ、強っ。いやー、めっちゃかっこいいじゃん。おお、アナザータイタンカメラマンを粉々にした。よっしゃ、ほぼほぼ全滅じゃねえかこれ。化け物か、アップグレードタイタンドリルマン、素晴らしい。何食ってんだアップグレードタイタンドリルマン。うおスペルロイド食ってんじゃねえか。やっぱロボは生に限るね。なあ、美味しかった。すげえアップグレードタイタンドリルマン、あいつ一人でグリメイコーズを全滅させることができるかもしんねえな。ああ、本当に強い。おい、ダーカキシー、そんな影から見てねえでよ。もっと堂々と見ろ。アップグレードタイタンドリルマンがいるから大丈夫だ。そうだといいんだがな。さて、あとは君一体だけだね。サクッと食べて終わりにしよう。これで終わったと思う。私がこの程度でやられるとでも思ったのか。笑わせるな、召喚魔法サモンタイタン。先生いつかこうやる焼き肉食べたい。おお、3体のグリメイコーズが一度に召喚されたぞ。お前たち、生け捕りだ。アップグレードタイタンドリルマンを捕らえよ。ちょっと見ない間にでかくなったじゃねえか。俺の方が兄貴だ。言うこと聞け、弟。あいつは弟ではないだろう。まったく、何を言ってるんだ。ワールドコレクター様、我々にお任せよ。おい、アップグレードタイタンドリルマン、3体のタイタン相手に勝てるのかよ。ちょっと困ったね。でも大丈夫なんじゃないかな。ドリルがちょうど3つあるから、1人1本ってことで。お前また上あごと下あごがなんかぐるってなっちゃってるぞ。大丈夫だよ、回転させたら元に戻るから。とんだびっくりメカだなお前。よし、アップグレードタイタンドリルマン、俺たちは安全なところから見てるぞ。危なくなったら言ってくれ。分かったよ、多分大丈夫。あれダーカキシ、いた。お前帰っちゃったかと思ったよ。なんて戦いだ、まったく。アップグレードタイタンドリルマン、本当に大丈夫か。3体のタイタンが相手なんだぞ。グリムエコーズの3体、アナザータイタンドリルマン、アナザータイタンテレビマン、そしてアナザータイタンスピーカーマン VS アップグレードタイタンドリルマン。爆発した。おお、アナザータイタンテレビマンを倒したぞ。あとは2体。よっしゃ、2対1だ。いやー、3体相手に勝てるのか。おお、よし、ドリルマン同士の戦いだ。よし、あとは1体だ。強っ、アップグレードタイタンドリルマン。おお、口から炎を出してる。
すげえ、覆いかぶさってる。ボディープレスで粉砕。マジかよ。あれ、ワールドコレクターは。クソ、あいつ逃げたな。すげえパーツの量だ。さーてと、いただきます。いやー、餌がいっぱいあって嬉しいな。いやー、やば強だったな。これでも開発率 68% くらいじゃなかったか。いやー、すごい出来だ。我ながらパレだ。いやー、お疲れ、アップグレードドリルマン、ついに完成したな。こいつの強さならカウンタータイタンが攻めてきても大丈夫かもな。ってまた顎外れちゃってんじゃねえか。あー、美味しかった。お前全部パーツ食ったのか。あいつの胃袋に入った奴らは無事リスポーンできるんだろうか。どうだかな、試したことはない。何はともあれラボも無事だし、あとはタイタンクロックマンをアップグレードするだけだな。何を言っているアキシ、サイエンティストテレビマンがアップグレードタイタンスピーカーマンもアップグレードしているぞ。あ、そうだった、すげえ、どんどんアップグレードしていくな。さあ4月も残り3分の1だ、どんどんアニレボで作っていくぜ。はい、というわけでですね、今日はアップグレードタイタンドリルマンがついに完成しましたということでね。ちょっと待ってください。あ、この声は最近僕が大胆に登場してないじゃないですか。これは一体どういうことですか。大胆なビリ100人健全。おい、なんだよもう終わり際に。もうテストは終わってんだぞビリー。いやー、今日の動画面白いと感じてくださったら高評価チャンネル登録をよろしくお願いいたします。めちゃめちゃ吹っ飛ばされてんじゃねえかビリー。いやー、負けませんよアップグレードタイタンドリルマンさん。あー、ドリルが回転して吹っ飛ばされた。すごい、うー、ブレイクダンスが得意なんですねアップグレードタイタンドリルマンさん。うわー、尻尾もすごい。炎を吐きながらドリルをこすりつけてあっという間に全滅に近いじゃないですか。ああ、仲間の倒れた仲間でもう先に進めないよ。それでは皆さん、またお会いしましょう。タイタンにビリー、今日もやられる。ガク。さあ、今日も最後にじゃんけん T-Rex やっていきましょう。いきますよ、最初はレックス。じゃんけん、何が出てくる。出てきたのはチョキだ。いや、タイタンドリルマンがでかすぎてさ、あー、ドリルがハマっちゃってる。うわー、じゃんけん T-Rex がめちゃめちゃちっちゃく見えるぞ。さあ、アップグレードタイタンドリルマンがでかすぎてなかなか攻撃が当たっていない。うおー、尻尾で吹き飛ばされた。すごいノックバック攻撃だ。さあ、皆さん今日も動画最後まで見てくださってありがとうございます。これからアップグレードタイタンドリルマンの活躍を楽しみにしててください。それではまたね。最後ティンティンでアタックしてなかった。